ねえねえ、舞ちゃん、ロッド、喉が渇いちゃった。そこのカフェに行かない？いやよ。はぁ、びっくりした。なんで？だって、騒がしいじゃない。そんな場所は嫌ってだけ。美味しい飲み物とお菓子があるのに。お菓子があるんですか？リリアナ、近いって。失礼しました。で、ロッドさん、どのようなお菓子があるのですか？クッキーとかケーキとかかな。あとは美味しいジュースとか。それはいいですね。マイさん、行きましょう。しょうがないわね。なんで？ロッドが誘った時は嫌がったのに。マイさん、早く行きましょう。わかったから、急かさないで。スベトラーナだっけ？あれ、スベトラーナさんもここにいたんだね。うん、ここのカフェ美味しくて。よかったら一緒に。どう？ぜひぜひ。ほら、マイさん、座ってお菓子食べますよ。しょうがないわね。すごい量。スベトラーナって大食いなの？違う。お店の人に言われるがままにうなずいてたら、いっぱい食べ物が出てきたの。わあ、美味しそうなお菓子がいっぱい並んで、まるで宝石屋さんのようです。よかったら一緒に食べる？いいのですか？大丈夫、私一人じゃ食べきれない。じゃあ、お言葉に甘えて。はっ、うーん、おいしいだろう。かわー。リリアナ、そんなにがっつかない。うん、ほっぺに生クリームがついてるわ。拭いてあげる。デビューバーデー。わー、舞ちゃん、舞ちゃん、ロッドのほっぺも。自分でやりなさい。あなたたち3人は仲がいい。そうかしら。私は国の施設にいた時、みんなに避けられてたから、はっきりしない性格のせいで。あなたのせいとかじゃない。周りが悪かったんでしょ。どの環境だって、どんな人がいるかなんて、運の良し悪しでしかない。ね、私も運悪く、鬱陶しく絡んでくるロッドと一緒になってるでしょ。鬱陶しくないよ。ロッドは舞ちゃんが大好きなだけ。美味しいです。キュー。しかもいい子たち。ずっと仲良しでいてね。はい。そういえば、スベトラーナさん、舞ちゃんの持つ魔法の箱で出てきた時の姿って、なんていうか変わってるね。魔法の箱？ PC ね。アイリスにも聞いたわ。ワールズオデッセイからのデータを読み込んだ姿。名前はルシルだったわね。うん、その話新たから聞いてる。ワールズオデッセイになぜあなたのデータが存在しているの？新たは未来がどうとか過去はどうとか言ってた。私は頭悪いからよく分かってない。ここでもまた水なし新た。本当に何者なの？ごめんね。いや、スベトラーナさんは謝ることないよ。そうですよ、何も悪いことしてないんですから。そういえば、スベトラーナさんの姿、バーター
アバターね。そうそう、スベトラーナさんのアバターっていつも座ってるけど、なんで座ったままなの？あなたからは椅子から降りられない設定だって聞いてる。あと椅子はキマタって言って私のお父さんなんだって。なんでお父さんが椅子に？あなたが言っていただけだから、私もわからない。ずるい！ロットもマイちゃんの椅子になりたい。そしたらずっと一緒にいることができるし、太陽を。アホ。あっ、う、刺さる。シンプルに言われると。スベトラーナさん、どうかしましたか？紅茶を飲みすぎたかも。ちょっとおしっこに。お、あれ、体が入れ替わってる。どうしたの、スベトラーナさん。お手洗い行きたいのに椅子から降りれない。心配するな、娘よ。椅子が喋ってる。本当に父親なんだ。漏れそう。おしっこですか？大変です。もういっそ、キマタに座ったまましちゃえば。それは、いや。子供しかいないの、ここには。あ、キマタさんが何か言っています。安心しろ、娘よ。私は木だ。吸収することが可能だ。さあ、いつも通り遠慮なく来なさい。余計に嫌。いつもってどういうことよ。何はともあれ、元に戻れてよかったわね。さっきのは何だったのかしら。あ、スベトラーナさん、もう恥ずかしがらないで。終わったことだし。そうですよ。幸いキマタさんが吸い取ってくれましたし。ちゃんと履き替えたんだし、もう大丈夫。ロットも見ていないよ。帰りたい。あの、私変ですよね。だからみんな私を避けて。私は嫌われ者だったんです。ルシル、いや、スベトラーナさん、胸を張って言うが、あんたは変でも何でもない。あんたはあの凄惨な現場を相手に一生懸命戦ってきた。変どころか、俺はスベトラーナさんほど信頼できる人間を他に…って…この話は知らないか。ごめん、今のはこっちの話だ。忘れてくれ。人間、誰しも個性がある。面白おかしく生やし立てる奴もいるだろう。だが個性ってのは他人にはない魅力のことを言うわけだ。ユニークであることは他と競合しないために重要なステータスで。ダメだな、すまん。俺も人を褒め慣れてなくてさ、すぐ職業柄の単語が出る。褒めてるの？私を。ああ、まあいいや。下手なこと言わずにシンプルに行こう、スベトラーナ。あ、俺と友達になってくれ。